千成風豚足バナナのずっと上の方、向こうに山道の手前の擁壁があるところですが、前回は2列目と3列目の草刈りと、あと竹の切り株の処理などをしたので、今日はその隣の4列目の方に移っていこうと思いますね。長い干ばつの後、今度は雨ばかしの日々になりまして、おかげで新葉が出るのと、それらが展開するののスピードが結構速くて、やはり9月10月でだいぶプラス成長するだろうなと思うんですが、例えば10月の末とか11月の初旬ぐらいに、これらのバナナの総子を見てですね、ずいぶん大きくなったなぁと思って、喜んでばかりはいられないんですね。というのは、12月にはだいたい成長停止期に入りますし、1月、2月、3月はデグレードの3ヶ月ですから、そうしますと本年10月末までの良好な養心展開によるプラス成長分からですね、来年の4月の成長再開までの 1,2,3 のデグレード3ヶ月による神経の養分目減りをあらかじめ想定しておかないといけないわけですね。たとえ前の冬みたいな厳しい冬季じゃなくてもですね、大体は1月から3月にかけてはバナナ葉は完全に、あるいはほとんどやれ葉になるか、まあ、やれ芭蕉の風情、やれバナナの風情になりますよね。その目減り分を次の4月以降の回復成長でカバーしながら、また5月末から6月頃になると、その年分のプラス成長を稼ぐ働きに出るわけなんです。ということは、まあ、本州本土、特に本州でのバナナ栽培、露地バナナ栽培はですね、収入が結構ある年でも出費も相当あると、まあ、最初からそのように考えておけばいいわけですね。それで二冬越冬3年目の開花結実で、まあ良しとしておくと、そうして結実数もですね、菓子が100本あれば
結構50本だったらまあ少ないけれども、せめていつものように美味しいバナナ果実であってくれればと思うところが関の山ですね。まあ沖縄でのようにですね、品種によっては200本前後が標準、結実、果実数というようなことは、まあ基本的にはちょっと通年露地栽培では望むべくもありませんのでね。まあ、それを補うのは、複数本立ちの家族をあちこちに増やしていくということですね。沖縄で親株1本からですね、例えば200本前後取れたとしますね。で、和歌山県で100本ぐらい取れるのを2株作っておけば、計200本ですから、食べられる本数は大体一緒ですよね。まあ50本しか取れないような地域なら4株作れば 5×4=20 と200本ですよね。まあそういう考えでやりながら、徐々に自分が食べたいと思うバナナ品種の純化土着化を図っていけば、それでいいのではないかと思いますね。バナナ栽培というのは基本的にですね、自分が、あるいは自分と家族が食べる分を作るものであって、まあ、ご縁のある方々にお裾分けしてという程度に考えておけばいいんであって、果実数を多くつけるとか、比較競争の世界ではありませんのでね、いくら自慢できる果実数がついたって、熱帯国で良好な結実をする250本から300本ぐらいとか、そんな風にはなりませんからまあ日本だけで果実数を自慢するのは胃の中の蛙みたいなもんでしてね、アフリカ、中南米、東南アジアの熱帯国であるなら、日本でのバナナ栽培の果実数収穫なんて問題になりませんので、それでなるべく無駄なことをせず、自然のプログラムに任せて、そこそこの収穫量で美味しいバナナ、自分の体にとって健全で美味しいバナナ、自分の肉体を養ってくれる美味しいバナナを収穫できればいいのだというふうにお考えになる方がいいと思いますね。まあ私はそういうコンセプトでバナナ栽培をしていますね。